下平栄太郎から1933年5月13日は日本の海軍軍人。総甲巡洋艦、八も艦長として第一次世界大戦における新田を攻略戦に参戦し、後戦艦、日向初代艦長を務めた海軍少将である。14位、訓三投稿4級。1920年代の戦艦。 日向た津藩の番頭組に属す180国取の藩士、下平栄吉の長男として、あ津に生まれる。下平家は母親戦争後に、都南半領の平ジに移住した。海軍関係の資料で、本籍地は青森とされるのはこのためである。海軍兵学校に進み、17期生として卒業。席地は88名中9番であった。 1892年5月、少尉任官。天竜航海士として、日清戦争を迎え、異界英攻略戦などに参戦した。水雷術練習初学生を経て、横須賀水雷団に水雷艇大帝長、笠木水雷長を務めるが、台湾総督府参謀県副官を経て帰国後は、砲術畑を歩む。首都勢、常磐の砲術長を経て、日露戦争中は、 唐崎丸に乗り組み、堀定吉、山本五十六ら海兵三十二期の指導にあたり、法術練習所教官を務めている。戦後は、春ス副長、マイズル鎮守不参謀を歴任した。1902年少佐、1906年中佐、1912年大佐へ、進級。大佐時代は六官の官長を務め、第一次世界大戦では、役も官長として、 新田を攻略戦に参戦した。1915年4月1日造船造兵監督官に就任。戦艦、日向偽装委員長、同艦長を務め1917年12月1日少将へ昇進。翌年12月1日予備役編入となった。旧ア津藩書園の高等部官で組織された、地商解説立に加わり、後副会長に就任。 同会最後の会長であった、諸角三郎は妹婿である。ブリテンプ配官、諸角不評注意結婚願いの件、葬儀及び、議場兵、第二艦隊軍管役も戦闘商法。ありがとうございます。